前回までのあらすじ、軽トラで戦場ドライブガチ勢になった。どういうあらすじだ。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。EDF 新人隊長のニグでございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。今回も地球防衛軍をやっていきましょう。前回はかなりの数の敵と戦って生き残ったんだっけか。そろそろプライマー側の攻撃も激しくなってきましたね。やっぱり無尽蔵に出てくる巨大生物はずるいよな。こっちも EDF 隊員のクローンを作りましょう。初手生命の禁忌を犯すな。敵砲兵は目の前だ。砲兵への接近に成功したチームは攻撃を開始しろ。ミッション26、砲兵。砲兵を確認。敵の砲兵に接近するぞ。うおー、叫び声長くね。ここはどうでもいいでしょ。どれほど犠牲を払おうとエイリアンの砲兵を倒さねばならない。奴らがいる限り地上戦で勝利することはできない。ほほう、砲兵となったカエル兵もいるんですね。エイリアンの砲兵か。すごい武器を持ってるぞ。見た感じプラズマガンっぽいですね。敵の兵器は強力だが長距離支援用だと思われる。懐に飛び込めば勝機はある。進め。砲兵を攻撃しろ。なるほど、接近戦だとこっちが有利ってことですか。ならばこの戦場はフェンサーの独壇場ということ。しかしこのミッション楽に終わりそうですね。他のチームは遅れている。だが待っている時間はない。敵砲兵に接近し可能な限りの損害を与えろ。了解。さすがに砲兵も至近距離で撃って撃ってきてるんですが、ちょいちょいちょい、威力高すぎだって。アーマーが24まで吹き飛んだんだけど。こちらアルファ、前方にエイリアンを確認。これより攻勢します。敵の砲撃です。逃げろ、吹っ飛ばされるぞ。砲撃が来るぞ。まさかあんな至近距離で撃ってくるとは。自爆も覚悟の上での砲撃だな。プライマー、ここから見ても素晴らしい覚悟ですね。よっしゃ、うまく避けた。このまま足元に張り付いて翻弄してやる。高機動センサーの力を見よ。よっしゃ、足心配。スカウトより本部、敵砲兵が接近しています。もしかして増援ってやつですか。まあこれだけの数で済むわけないもんな。イモリとかオオサンショウウオとか来るんですかね。冷静に押しが激しい。しかし接近すればなんてことないですね。砲兵が来るぞ、接近して攻撃しろ。おっと、敵の増援がやってきましたね。味方もちゃんと生存してるな。いい感じです。こちらデルタ、敵の砲撃を受けている。敵が近く。止まるな、砲撃をかいくぐれ。どうやら他の EDF 隊員も砲撃に手こずってる様子。仕方ない、私が援護しに行ってあげますか。漆黒の闇へ消える。12秒じゃねえよ。その格好で途端にそういう感じの言葉になっちゃったじゃん。被害甚大、砲撃でみんなやられました。おいおい、味方やられるの早すぎだろ。砲撃で近づけないぞ。さっきはかいくぐるとか言ってたのに、やっぱり砲撃を避けるのは現実的じゃないってことだな。何言ってるんですか。攻撃は避けるか受け止めるもんで。筋肉思考に汚染されるな。近くの敵は味方に任せて、私は遠くにいる砲兵を優先して倒しましょうか。こうやってね、家を障害物にすればスースーと接近できるんですよ。ほら、スピアを加え。家こっぱみじんにされたんですが、大丈夫、私にはまだ。あれ意外と強くね。にやられててくさ。いやはや、まさか縦スピアで打ち勝てない敵が出てくるとは。本格的に対策してきたってことだな。しかし、私には高機動の立ち回りがある。それを深い正面ではなく後ろから強襲す。ニコの漫画かな。これは縦スピアだと突破不可能ですね。もっとこう、近接に特化した武器構成にしないと。敵砲兵は目の前だ。砲兵への接近に成功したチームは攻撃を開始しろ。ってことで、考え続けること約3日、私がたどり着いたのは両手ハンマー構成だった。確かに接近戦では強いが、防御面が心配だな。私気づいたんです。先に倒せば攻撃食らわなくね。 IQ3 になったんですか。スピアで火力が足りないならさらに火力を増やすので、中規模の対戦の確認やってやるぜ。そういえば、この武器ってどういう武器なんだよ。この武器は左右のゲージでチャージができまして、これを離すとハンマーを振り下ろし衝撃波を発生しますけど、それだけだとさっきの二の舞にならないか。甘えてくるのにさ、シンクアーサーくらいあの威嚇ぐちゃぐちゃなんですけど。
ハンマーの進化はここからなんですよ。なんと、チャージしてる間はダメージがカットされるんです。しかも両手ハンマー時はダメージカット率が倍増。これによりアーマー375とは思えない耐久性を実現。砲兵相手でも打ち合えるようになりました。早速行くぞーら。ここで味を破壊できるのは強いな。よし、ありがとう。ここからどんどん答えるが、なかなか連続攻撃が難しいな。まあ実戦投入するのはこれが初めてですからね。ほらほら、叩け叩け叩け。今から地球防衛じゃなくて乙女が始まる。超絶ゲーなんですけど、地球をタイプ代わりにするとは、なかなか面白い切り口ですね。砲兵が来るぞ。接近して攻撃しろ。てことで特に何事もなく敵の第二波が襲来。敵の攻撃も激しくなるので、ここからが本番ですね。こちらデルタ、敵の砲撃を受けている。止まるな、砲撃をかいくぐれ。だいぶ両手ハンマーの使い方も分かってきました。長い間タフスピアを使ってたから変な感じだな。早速攻勢を発見。オラオラ、ハンマーで叩き続けてやる。被害甚大、砲撃でみんなやられました。よしよし、ヒット上がり。砲撃で近づけないぞ。これ、思ったよりも衝撃波の射程が長いですね。パッと見た感じ、いつものスピアの2倍くらいありそうだな。新さんキロくらい射程ありそうですね。彼氏にもやりか。まさか両手ハンマー持ちで中距離戦のフローが解決するとは。敵の揚陸戦を確認。また敵の増援ですか。砲兵の初投入にしては数が多すぎるだろ。今までと比べると密度が桁違いだな。何すか大盤振る舞いですか。プライマー新型をアピールしたくてウキウキなんですか。何か新しいおもちゃを買った子供みたいだな。けど、ここで砲兵を倒せばプライマー側に打撃を与えられる。ここで砲兵を可能な限り減らしきれ。敵の揚陸船が来るぞ。エイリアンを降下させるつもりだ。こちら側の砲兵は全て倒し切った。あとは味方と合流し残りの砲兵を倒すだけ。なんか左右にグワングワンしてるな。ああ、これですか。人間アピールですよ、人間アピール。アピールにしては分かりにくすぎる。なんかこうやったらいつもより早く動いてる感じしませんか。いつもより早く、ユンユンって、普通に画面酔い起こるからやめてください。両手ハンマーなら砲兵3体相手でもこの通り。いやー、気分爽快ですね。味方も多く生き残ってるし、今のところ2体だな。両手ハンマーを完璧にマスターした私に敵などいない。このまま全量で振り込んで伸ばしていきます。だからそれは乙女なんだって。守ります。アルファ到着した。頼りにしてるぜ。戦闘中の部隊を援護しろ。了解。おいおい、援護遅すぎるって。俺たちより先に着いた奴がいるぞ。援護に向かうぞ。急がないといいところを取られちまうぞ。もうすでにあらかた倒して消化試合だぞ。なんでもっと早く援護に来てくれなかったんだ。まあまあ、ちゃんと来てくれたからいいじゃないか。いや、私は我慢できない。この戦闘が終わったら喧嘩してやる。けどそんなこと言ったら二度と援護に来てくれないぞ。いや、本当来てくれてありがとうございます。遠足で手のひら返しててさ。やっぱりね、来てくれる味方隊員には頭が上がりませんよ。私なんてまだペイペイですからね。ペイペイがこんな時に突撃できないって。オラオラ、気まつりだ気まつりだ。ここで砲兵を突きつけてプライマーをショックさせてやる。なんかもう当たり一面紫色だな。これは復興が大変そうですね。よし、一挙上がり。砲兵の排除に成功した。よくやった。これで勝ち目が出てきたぞ。てことで、今回のミッションも無事にクリア。両手ハンマー、今後もかなり可能性がありそうですね。引き金を引くことになるだか。おお、新武器ですよ新武器。レベル15の軽量迫撃砲、かなり強そうだな。さっきのハンマーよろしく。これも組み合わせによってはかなり強そうですね。てことで、今回はここら辺でおしまい。次回もまた見てくれよな。